あのさ、だから別にミスすることは別に俺もそんなに怒らん、別に何でもいいんだけど、その報告連絡相談だけはしてくれ。その何があったのかを進捗報告、どういうミスをしたのか、なんでそういうミスしたのかを報告連絡相談だけはしてくれ。なんでせんのそれを。なんでしないの。だからなんでしないの。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 言ってたろ俺。ミスすることは別にいいけど、それを俺しか上の人に伝えろ。なんでお前でけえ声出さんとわからんのだ。お前中学生か。お前何かあったらちゃんと言う。ミスは当たり前、3年以内、その入社してから3年はもうミスするんだよな。いいけどもちゃんと連絡しろ。あとお前歯向かうな。そう。あ、すいません、ちょっとさっきキーボードミスっちゃって、明日提出する営業先の資料を全部消しちゃいました。お前さ、報告連絡相談すれば許されると思うな。お前、すいません。お前明日の営業先2500無料対数円かかってたんだよ、お前な。それお前で全部賠償してもらおうわ。じゃあ無理です。そんな金ないです。それぐらい命かけてやれよ、お前。それ寝落ちしとんな、お前。それ